金鉱山よりだいぶ走りやすいですね。だいぶ走りやすい、ここはな。だいぶ足が長くこの番組は株式会社忍者グッズ買取 .com 株式会社忍者人材派遣バンクによりお送りいたします。今日はねちょっと2人ともレンタルバイクということで、忍者がね今ちょっと気になっているというか一押しの、そうですね、はい、でこの間あの400のねこの動画を上げてるんですけれども、今日はね250です。でまたねこれ すごいのが250の方がシート高いんですよ。あ、そうなんですか。これだから不思議なんですよ。だからちょっとまた買ってみてください。多分ねちょっと高いと思うよ、この間の400よりかは。まあ本当あの5ミリとかだけそんなに変わらんかもしれんけど、ちょっと高い。うわ、わかんないですね。でも結構ツンツンぐらいな感じやろ、両足ツンツン、ベタベタじゃないもんな。そうですね。あ、でも結構ついとんのやっぱ足長えわ俺より。そうなんですよねそうなんですよねということで今日はね、セムさんは忍者250やっていきましょう。はい、ほい。さあということで皆さんお送りしておりますワヤエンカウントでございますよ。どうもどうも、今日なんですけれども、はい、このダブルインプレッションをね、試乗動画ということでどうですか。早速ちょっとこうファーストタッチの忍者250の感じは。忍者250ですか。はい、ちょっと忍者400あんまり覚えてないですけどね。はい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 、なんかこんなんじゃなかった気がするよな、忍者400。マジっすか。やっぱちょっと感覚違うでしょ少し。なんか1個めちゃくちゃ違うところがあって、はい、なんかハンドルがめちゃくちゃ近いんですよ。なんか忍者400より。おー、なんでやろう。でも車格は一緒なんですけどね。一緒のはずですよね。だいたいその250、400でラインナップ出してるのって、まあ、ボディは結構同じみたいなのあるじゃないですか。はい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 、だと思うんですけど、めちゃくちゃなんか近く感じるんですよね。ただでもそれは あれかもしれないですね。さっきから言ったように そっちの方がシート高が高いんですよ、はい、少し。あ、だから多分シート高が高い分ハンドルにこう体が寄るんだと思うわ。あ、そういうことですかね。多分絶対そうだと思う。なんかもうスポーツ感がゼロなんですよね。ああ、確かに。ツアラー感が。そうですね。いやー、でもやっぱいいっすよね、忍者。忍者いいっすね。はい。やっぱりあれですか、じゃあ、若干400と250だと、テイストが少し違うような感じですか、じゃあ。なんか、忍者400の時に、はい。なんか、それ、スポーツバイクじゃないですよ、的なコメントがあったような気がするんですけど。あ、はい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 、ありました。はい。これはもう、本当にスポーツではないですね。ツアラーですね。まあそうですね。その分類がよく分からんすけど。はいはいはい。ただもう全然姿勢がなって全然前傾じゃないですもん。ああ、まあ二ダボとかに比べると特にそう感じるでしょうね、多分。そうですね。だからまあ運転はめちゃくちゃしやすいんですよね。ああ。ただスポーツバイク欲しいって人はなんかこれじゃない気がするんやな。まあただ長時間走ったりすることを思えば絶対その方が楽だと思いますけれどもね。そうですね。はい。いやでも今のところセームさんはどうですか。その忍者250、忍者400、今どっちがいいって今言われたら。今どっちがいい。はい。まあまあ感覚で。感覚で。はい。10-0で400がいいです。そうなんだ。車検がないっていうメリットを抜いて入れたとしても。そうですね。あ、そうなんです。本当になんか別物のバイクみたいな感じですよ。ああ、やっぱまあそうよな。ただまあクイック感はすごいけんな、それも。ああ、やっぱりクイック感は多分変わらないんですよ、400と。あと走り出しは250の方が楽ですね。ああ、クラッチがつなげやすいというか。はい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 。400すごい違和感があるんですよね。ああ、WR のコンフォートモードみたいな最初の出だしというか。ああ、なるほどね。つながるところがなんか変に遠いというか。はい。でもこれは普通ですね。おお、なるほど。それぐらいですね。でも走行的にやっぱ400の方がいいですね。ああ、まあそうっすよね。まあやっぱパワー的な問題がありますよね、やっぱ。そうですね。
いやいやよう行くなすげえなこれすごい見方がわからんはねるなめっちゃはねるこれあれガソリンまた高くなっとるやん何やねんすげえインカム越しにうわインカム越しになうわ400の方がやっぱいい音しますねそうだな、やっぱのぶとい感じがなマフラーじゃなくてここの、うん、エンジンがなパラツインの音があんまりこれはしないですね、うん、400めっちゃいい音しようたけやないやあれはほんまいいバイクよなマジで、うん、まあ逆に忍者250の方がいいところとか悪いところとか難しいなまあ難しいです難しいんですけどもねこれもなんとか動画にね、しないといけないんでいやー難しいなまあまあでも逆に言えばだからそれぐらいビビたるさってことなんですかねそうですねそのなんか決定的にここが違うとかじゃなくて400の方がちょっと前傾かなって思うんですよねはいはいそう言ってましたよね最初の方にもねちょっと違う高さが違うはいはいだから僕はちょっと前傾の方が好きなんでああなるほどね400がいいんですけどはいなんか楽なバイクがいいってなったら250の方がやっぱ楽ですねああやっぱ楽なんだ楽ですねああの運転した感じが運転した感じそうですねあーあとも痛くならんすねこれはあ、ほんと忍者400はちょっとお尻はちょっと痛かったんですけどはい長時間乗ってるとはいこれは本当に腕も痛くないしあ、そうなんやめちゃくちゃ楽ですねへえ。あ、じゃあやっぱりその辺がちょっと差があるんかなあとクラッチはどっちも軽かったんですよはい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 一足に繋がるのがすごい繋がりやすいんであ、250の方がねそうですねだからもうどっちが乗りやすいというか楽に乗れるって言ったらやっぱ250の方が、ね、ああそうか楽ですねなるほどなあとはまあ好き嫌いですけどまあこのカラーリングといいデザインといいめちゃくちゃかっこいいですよねそうですねかっこいいですね本当にかっこいいと思うマジでちょっと若く見られたい方はやっぱ忍者乗った方がねそうですねダカブよりもねいいと思います僕は